参議院の補欠選挙で当選した山崎真之助さんが今日国会に初登院しました。初当選した山崎さんは午前11時半ごろ、国会議員のバッジをつけて登院しました。気持ちを高ぶらせながら自分の名前のボタンを押して国会に入っていきました。まずこのコロナ禍をいち早く収束するための議論を皆さんと尽くしていきたいというふうに思いますし、あと加えて選挙中もずっと申し上げていたんですが、中央から地方、それから強者から弱者の論理、こういったところを大切にして仕事をしていきたいなというふうに思っています。浜松市議会議員、県議会議員を合わせて15年経験し、今日からは国会を舞台に活動します。